えー、若林さんがノーブル代表を取締役をおり、宮迫さんが株の100%を持つようになりました。山本に立ちたくない若林さんをかわい、を河合広之さんが言った通り、宮迫さんが男気を見せました。えー、牛久場オープン1日前ですが、会社の体制、現在までの炎上に年説明、謝罪等がないものですが、このまま逃げ切って疑問隠れするつもりだと思いますが、いただきについては若林さん、光さん、半々で、株保有のために何らか知らない説明が必要だと思います。説明なしでは若林さんの批判が余計すと思います。 までも多分忘れると思いますよ。あのオープンした後にうまくいったら別に今までのその若林さんがどうこうって全然関係ないし多分失敗したら宮迫さんがめちゃめちゃ困ったっていう動画を上げてもっと面白いことになると思うんですよ。なのであの大失敗したら大失敗したっていうので動画で面白いし成功したら成功したんで別に全然問題ないじゃんって話なので多分誰も不幸にならないですよね。なんかその 出資してる人であれば不幸になるかもしれないですけど、別にあの、出資してるわけではないと思うんですよ、皆さん。なので、あの、どっちに転んでも、あの、困る宮迫さんが見れるか、まあ、美味しい焼肉屋ができたよねって話なのかっていうところで。で、一応なんか、あの、予約満員なんですよね、焼肉屋さん3月が。ただ、すき焼きコースめっちゃ空いてるんですよ。 なので、あの、すき焼きコースの方の肉だったりとか、一応その仕込みだったりとかもあると思うので、やっぱそういう意味であの、ランニングコストが高いままで厳しいスタートなのかなという気はしてますけども、はい。